ベルフ3世は、シュバーベン稽古、ベルフ家の最後の男系子孫で、ケルン天皇及び、ベローナ辺境を博。ベルフ3世は、シュバーベン貴族のアルトドルフ博ベルフ2世と、イミツァとの間の唯一の息子である。母イミツァは、アルデンヌルクセンブルク家のモーゼルガウ博、フリードリヒの娘で、後の皇后を国軍での命にあたる。妹の国軍では、アルベルト・アッツォ2世デスと結婚し、 新、ベルフ家の過疎となった。父の死により、ベルフ三世はシュバーベン及び、バイエルンの領地を継承した。1045年には、オバ・リヒリントの介入により、ベルフは、リヒリントの夫エーバースベルク伯アダルベロ二世の、領地も相続した。おそらく母エミツァの介入により、ドイツ王ハインリヒ三世は、ベルフに、ケルン天候くらい及び、ベローナ返境博位を与えた。 それらは1039年にコンラート2世が死去した後、ザーリアー家の皇帝ハインリヒ3世自らが領有していたものであった。米面公ブジェチスラフ1世と共に、ベルフは1051年のハインリヒ3世のハンガリー王アンドラーシュ1世に対する遠征に参加した。しかし後に、ベルフは皇帝に反旗を翻訳し、 バイエルン方位を剥奪されたコンラート一世の陰謀に加わった。コンラート一世はハンガリーの援助を受け、シュタヤーマルク返教領を吸収した。ベルフが病床につき、計画が明るみに出たことで皇帝ハインリヒ三世の暗殺計画は失敗に終わった。ベルフは生涯独身で、1055年11月13日にボーデ電湖近くのボートマン城で死去した時には、 子供はいなかった。ベルフは、領地を、アルトドルフのバインガルテン修道院に移動した。この修道院には母、イミツァが、修道所として住んでいたためである。母、イミツァは、その後、医療をベルフの妹国軍でとアルベルトアッツォ二世との、間の息子ベルフ一世に送った。ベルフ三世は、子、ベルフ家の最後の男子であり、先祖伝来の領地は、エステカをび備心、ベルフ家に渡った。 1057年、皇帝ハインリヒ3世のカフワグネス・フォン・ポワトゥは、ケルンテン行為を、エッツオキのコンラート3世に与えた。ベルフ3世は、バインガルテン修道院に埋葬された。ありがとうございます。